皆さんこんばんは、なおちーこと角田奈緒です。毎週金曜夜8時から私たち JMO タレントがお送りする痛快ゆる生トーク番組 JMO チャンネル DVD 第4巻が発売されました。こちらは2010年2月から3月までの全8回を収録しております。ただいま冒険を通販サイトで発売しておりますのでよろしくお願いします。なおちーでした。はい、それではJMOチャンネルお楽しみください。どうぞ。ご紹介ですか？もうね、ご紹介ですか？誰？私です。私に聞きました。久しぶりではないんだけど、ちょっと久しぶりな感じがして、ちょっと忘れちゃったんだよね。はい、はい、久しぶりの MC やってます。 MC? センター？ MC やってます。やってます。長谷川優です。よろしくお願いします。イエイ。パリパリしたか。はい、西田ゆきです。こんばんは。はい、今月の頭にも出たんですけれども、今月も締めさせてもらいます。よろしくお願いします。マシクちゃん。はい。はい。はい。こんばんは。なおちーこと角田奈緒です。前回はいつ3月あれだ。誕生日をお祝いしてもらった以来です。よろしくお願いします。お願いします。おめでとうじゃないよ。そんな感じで今日もこんなダラダラした雰囲気でお届けします。よろしくお願いします。はい、でさっきね、この番組始まる前から、うん、みんな心配しすぎだから、うん、本当無事に始まるかなみたいな、ね、でもちょっと無事に始まって拍子抜けっていう、うん、残念がってるばっかも。そう、なんか期待してるでしょ、みんな面白がってるよね。実は絶対なんか事件起こってほしいと思ってるんだよね。そうだよ、事件が起こって大変なのはうちらとかみんなじゃなくて、実はこうね、スタッフのみんなが一番バタバタするんだよね。そうどうしようみたいな。そうだね。でも絶対ね、心のどこかでなんか失敗するなと思ってたから、あれ始まりの時に多分、ああ、始まっちゃったみたいになっちゃったの。なんか自分でもどうすかね。どうせなんか始まってないだろうみたいな。絶対あるだろうと思ってたんだと思う。でもね、なんかね、前回出た時にね、うん、トラブルガールズって言われてたけど、うん、実際はゆうちゃんだけだっていう話になったわ。なんか私、単品の時もずっと事故ってたのね。そう、単品で言うの、その時。芸人？そう。ピンでやってた時も、みたいな。最初は、なんか、なおちと二人揃うと、絶対、なんか放送事故になるって言ってたんだけど、うんうん、徐々に年末になるにつれて、私一人の時も、事故が4連続ぐらい続いて、あ、もうこれはナオチのせいではないんだっていうのがこうだんだんね、そう、だってこの画面映んなくなったらしいじゃん。なんかここに、あー、前回ね、使えなくしたって言って、前回初めてあのモニターが映らないっていう事件が起きた。そう、モニターなしでやったんでしょ。だってナオチとばっちりを何ヶ月間か受けてた。そう、ドキドキとかしてたのもナオチは怒ってる。そうだよ、怒ってるの。全然ナオチのせいじゃなかった。だってその次の週が確かナオチで、うんうん、で来た時にお、使えるみたいな感じになってて、ここで、うんうんうん、そうだからやっぱりゆうちゃんだよっつって話してたので、うん、全然悪気ない感じっていうか、もうむしろムカつく顔してるけど大丈夫。私じゃございません。ナオチが怒ってる。ナオチごめんね。ナオチはとばっちり受けてただけ。そうですよ、そんなことない、本当にいい迷惑だ。ゆうちゃんナオチが怒ってる。そう、たまたま、じゃあ送った、うん、ごめんね、うん、今日喋んない。それは悪いと思うんだったら頑張ってほしい。そうそうそう、逆にね、分かった、しょうがない、チーズおかきあげるから頑張って。もうさっきからずっとチーズおかき食べたい食べたいって言っててね、もう食べたらいいよ。ありがとう。なんか今日すごいよね、今日ね、お菓子がいっぱいなの。すごい早速だけど、チョコとか、これ初めて。しかもこれチョコじゃないし。あ、こう。で、待って喧嘩。嘘だよ、なおち。なんかちょっと、なんかめんどくさい感じになってるけど。で、なおち若干困ってるって。
そう、ゆうちゃんがなんか私もう別にセンターにいる気とかないしね。そう、ここはセンターじゃない。ジュンヤさんが食べちゃいなって言ってるから食べるね。うん、優しいな。今何が起きたのかと思った。私ジュンヤチーズを与えれば落ち着くから、ゆうゆうはね。らしいですよ。チーズ好きだからね。チーズ好きならしいよ。あと、ジャガビーがバター醤油味になってる。そうそうそう、それね、気になってたの。何言ってるか全然わかんないんだけど。そう、なんかジャガビーを見ると思い出すのは、あのね、みっちゃんとね、ついてるよ、カス。映ってるから大丈夫。お酒入ってないんだけどね。みっちゃんと確か3人で出た時に、私がここにいて、ゆうちゃんこっちにいて、なんとかだよねって話振ったら、ゆうちゃん一人で真剣にさ、あのジャガビー食べててさ、話聞いてなかった。話聞いてなかったの。ごめんみたいな。それがいい具合にすごい面白い編集だった。編集されてたね。うん、すごいみたいな。こんばんは、改めましてこんばんは、長谷川優です。さっきも散々話してたけど、あのアメブロで長谷川優のゆうゆうライフブログやってますので、皆さん見に来てください。よろしくお願いします。どうぞ。はい。西澤ゆきです。ここにずっと置いてあったんですけど、3O の DVD まだまだ発売しておりますので、よろしければ冒険王の通販からご購入お願いいたします。そして、今現物ないんですけど、今発売の東京王冠に、市原象の絵に行ってるので、載っています。次5月11日発売の東京王冠なのでチェックしてください。あとは、5月のライブチャットの予定はまだ未定なので、出次第ブログの方で告知いたしますので、西田ゆきの公式日記帳は毎日チェックしてください。よろしくお願いします。パソコンがですね、今入院してまして、来月の中旬まで、あの携帯でしか更新できないんですけど、ね、頑張りますので、見捨てないでください。よろしくお願いします。はい、以上です。はいはいはい、のちです。のちですっていうか、こちら私今宣伝してるよ、これ。宣伝ウーマン。そう、宣伝ウーマンしてるんですが、JMO チャンネル DVD 第4巻が発売されました。みんな買ってくれました？結構もうね、発売から経ってますので、ご購入まだの方は冒険王ホームページからよろしくお願いします。それと、そうです、私もライブチャットやる予定ではいるんですが、5月もフレッシュカフェでまだ未定なので、で次第ブログで告知します。なおちワールドです。よろしくお願いします。はーい、はーい、まーすって、はーい、そんな感じ。そんな感じで、ハイキングというと卑弥呼さんもあったハイキングウォーキング、こっちまでしょ。そっちか。あ、一緒だよ。そう、ゆうちゃんなんかやって、待ってね、やってくれるらしいよ。卑弥呼様でしょ、ほらなってる。うん、でも前髪がちゃんと分かれてないからダメだね。ちょっとなんかあんまりなんか可愛くなっちゃってるから、なんかダメだ。うん、で前髪がさ、あの顎まであった時だと同じ髪型だったんだよね。そうか、うん、ゆきゆきが締めると言うと別の意味に聞こえるから。締める。うそー、こっち、うわーってやつ、こっちでしょ。うそー、ドメスティックバイオレンス的な。マジ、なんでいつからゆきゆきそんなキャラ定着するの。いや、わかんないけど、でも確かに、でもなんだろう、みんなでなんか女の子連れてってご飯とか行くと、とりあえずなんか切ってみると黙ったりとかはする、みんな。うんうんうん、うん、そういうこと。それをみんななんかちょっとバレてるっていうこと。はい、はい、あの次回になりまして、次回来週の JMO チャンネルは、角田直樹と、直樹2週連続、あと原智子ちゃんの3人でお送りします。よろしくお願いします。このメンツすごい久しぶりだって、みっちゃんと出るのも久々だし、私ともっぴと JMO チャンネル本当ね出たことないから。あ、そうなんだ。まだ1回かもしんない、出たことあるの。楽しみなので、来週楽しみです。よろしくお願いします。来週の皆さん、ぜひぜひ参加してください。ひまわりが終わんなくちゃいけないの。あー、そんなことは気にしない。はい、皆さん本日はたくさん参加していただいてありがとうございました。ありがとうございます。またまた皆さん、よろしくお願いします。